どうもこんにちは。そう、今日は非常用移動型蓄電池ドカ電っていうものをエンビューロさんが貸してくださって、で今回旅に出たんですけども、約10日間これを使用した、感想とかいろいろありまして、想像以上にこのドカ電が、めちゃくちゃ素晴らしいっていうものが分かりました。何が素晴らしいかというと、まあ約10日間使ったんですけど、結局残量は 88% から減らなかったんですよ。で、車内でスマホとかカメラとか充電していたので、まあ、結構使ったんですけどね。まあそんな感じで今日はこれの、感想とか、スペックとかその辺を説明していきたいと思います。そしてこれがドカ電の電気製品使用可能時間目安というふうに、記載してるんですけども、スマートフォンが、200台分ですね。ノートパソコンだと122時間、デスクトップパソコン31時間、投稿機102時間、衛星携帯電話306時間、防災無線81時間、液晶テレビ、これ50型で言いますけども20時間、家庭用冷蔵庫で38時間、業務用冷蔵庫で14時間、恐るべしまわないかい。そしてこのドカ電の何が素晴らしいかというと、この取っ手付きなんですよ。なのでガラガラ転がしながら歩けるということでですね、あと大容量の 3600Wh っていう感じで、価格は52万8000円なんですけど、これの、かなり優秀な、何でしょう、使用条件というかって感じです。大容量で 3600Wh、 出力が 1500W っていう感じで、これ何かというと、インバーター変えたら 200V の 3000W とか、単層の、ね、200V が使えたりするらしくて、あとリン酸鉄リチウムイオン電池搭載ということで、あの発熱が少なくて爆発の心配がないってことですね。あと移動性もめちゃめちゃいいです。重量は 34kg っていうことで、まあ、なかなか重たさはあるんですけど、まあ、キャスター付きなんで一旦地面に置いたものはガラガラ転がしていけると思います。で、環境性っていうところにソーラーパネルから自然のエネルギーの充電が可能ということで、これソーラーパネルと組み合わせるともうほぼずっと使えるんじゃないのっていうぐらい、全然もう電気食わなかったですね。このポータブル電源がかなり優秀ですわ。これのおかげで本当に助かりました。いやマジでね、これでケトルが普通に使えるっていうのはね、やっぱケトル使えたらでかいわな。ですね、エンビュールさんが貸してくださったポータブル電源なんですけども、かれこれ8日間、お湯沸かしたり、まあ、こういうカメラ系のね、電池、このビデオカメラもそうなんですけど、まあ、これらを充電するために、まあ、活用させていただいてまして、で、まあ、3つコンセントがあるんですけど、これ全部 100V で使用してました。で、ここにヘルツ切り替えがあって60と50と、まあ、それはいいんですけど、いやこのね、このポータブルの能力たるやすごいなって。今 86% あるんですよ。 86% あるんですけど、これ8日間毎日使ってたんですよ。でこんなにすごいのって思って、いやーポータブル電源ってすごいなって、ちょっと底力知りましたね。マジですごい。さあ結局どれぐらい使えたかというと、ああでも結局ね、帰ってくるまで89%、結局10日間全部使えたってことか。あ、これがソーラー DC チャージもこれでできるって感じなんですね。すごいわ、やばいですわこいつ。